泣いても笑っても今日のクイズヌーヤガヤはこれで優勝者が決まります。クイズヌーヤガヤ。泣きも笑きもクイズヌーヤガヤが生から君らに披露する。はい、ということでね、もうすごいね、大接戦でございます。めっちゃ盛り上がってます。はい、今うどんちゃんがまあ2ポイントと、そして萌子ちゃんが4ポイント、うららちゃんが2ポイント、ヒートが5ポイント。うわー、秋山さん強っ。ちょっとマイナスしてあげたいな。あげたいな。サービスじゃない。はい、じゃあ続いて、まずはヒント1、はい、こちらで正解したら3ポイントですから。わー、これはもうでかい、マジで。じゃあいきますよ。準備するわね。はい、ヒント1。はいはいはい、はい、待って待って待って、やばいやばいやばい、ここで取れる。うららちゃんが、はいはい、うららちゃん、すごい、わほほほー、もう正解と思ったし、何それ、でも言ったらヒントになる。いや、全然全然全然って言ったらヒントになりますね。安室奈美恵さんではございません。はい、なんで俺で安室奈美恵になるの。すごい。おいおい、なんとなく俺は分かりますね。なんとなく、でも意味が分かってるっていうことだよね、これ、この言葉にね、すごいよ。すごい、違うんですか。諦めないで。え、悩み心の声。そうか、見ちゃった。違うよ、悩み期だったらすごいね。昔須藤たるやや品数やんど。あ、分かった。最初と最後は分かる。はい、大好きです。私この人大好きです。大好き。アンミカさんがナイス。さあ、書こうとしてた。いい感じ、いい感じ。はい、行きますよ。はい、はい、じゃあ続いて。めっちゃ盛り上がってる。はい、はい、クロちゃん、はい。うららです。はい、はい、はい。おー、超絶。いや、続けるんかい。怒涛の
どっち言われかさワンモンナイヤーディーダッカッカーボンミカチボンミカチボンミカチドッボンボンミカチウリヒャッパンボンボンミカサイアリーナイケザキウリヒャータコライスもえこちゃん、ありがとうございます。池崎サンシャイン正解。サンシャイン池崎さん、ありがとうございます。池崎サンシャインなんで統治法使ったの。 0.5 ポイントにしようかな。お願いします。すごい、はい、ということで、すごい、ゆうちゃん。はい、こちらヒント1でさ、これすごすぎるわけよ。すごいね。なんでよかったろうって、もうこっちも疑問だから。あの人人数なんだ。言いたかった。昔だったのね。こっちにありますね。昔須藤たるやーや品数っていうことは、昔住んでいたお家が貧乏だった。なんかテレビでやってました。めっちゃ高いなみたいな。そう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 、すごい、お家にお父さんがいてみたいな。そうそうそう、本当にそれを知らないとわからない。すごいめっちゃ。この情報でその作り手側も僕なんか、ね、メンバーも一つ目のヒントだけ大事だから、あのこれって情報的には一応知ってる人なんかもいるんだけど、あまりねそんな有名、そこまで有名ではないかもしれない。そうそうそう、だからここ昔住んでいたお家が貧乏だった。で、ヒント2、サージマチャブーチュイワレカサーっていうのは鉢巻きを巻いている。そしてブーチュイワレカサーピン芸人さん、ブーチュイワレカサーすごい。そう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 。で俺はあのヒートが純選手って書いたんだけど、昔住んでいたやーやーまあそうだよな、確かに。2番目のヒントだったら目の前にいるなと思って 2DK はあったと思うんですね。あ、じゃあ、うん、ただあの真ん中にいる部屋でアパートの、なんでかというとこの真ん中だけ幽霊が出るんですよ。わ、そうそうそう、そういう部屋にいますね。品数ではない。でも他のあの家賃が3万6千円だったんだけど、俺たちとこだけ2万円だったんですよ。そんなに安くなるんだ。そうそうそう。で、鉢巻き巻いてるピン芸人ということで、まあ、純選手って言ったんだけど、俺は一応今目ばっかりで。これピン芸人でもいい。はい、そして次が空前絶後のってやるさね、うん、空前絶後、純選手に口に書いたらどんなって言うかっていうのがあって会議で。で、2時間ぐらい考えて諦めたっていう。空前絶後の超絶怒涛のピン芸人、超絶怒涛もなんていうのかな、うん、だから早押しになったんですよ。あ途中池崎、池崎言ってたからね。めっちゃ面白かった。はい、ということで、正解はサンシャイン池崎さん。サンシャイン池崎。はい、どうなってますか今。はい、今正解が来ています。やばい、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 これはやばい。3万円分どんだけに。萌子ちゃん、うららちゃん、ヒートがともに5ポイント。これは光栄です。そして、うどんちゃんが2ポイント。ローランド、はい、今日もファインプレーありましたね。ローランドプレー、この5ポイント3人が並ぶという想像はこちら側では知ってなかったです、ということでどうしようかな。3000円3000円3000円って言ってもね、1000円は1000円まだいいですね。なんで合計金額下がるの。延長戦ちょっと考えていい。はいはい、うん、うどんちゃんいないらしいな。やりましょう。問題もう那覇から沖縄遠いんで、もう帰ってます。優勝したかった。これでうどんちゃんが一抜けしてまた3ポイント取って5ポイントだったら意味ない。そうだそうだ。問題延長。ややこしくなるね。はい、3人とも同じポイントだったということで、はい、急遽あの延長戦を、やりたいと思います。
サロンですあーそれいきなりやもう慌ててちょっと取ってきたよ。これはね、今からやるからヒントとか1、2、3とかないからね。もう一発で来ます。来ます。はい、早押しです。ガチなやつだ。タップとかもない。もうないです。ない。はい。めっちゃ言うよ。休憩時間じゃないよ。他人事で。早押しで。はい。はい、行きますよ。それではサドンです。早押し。開始です。うわ。マジ、いや、提言受けでした。マジの写真ごあつら、写真ごあつら、ワンルナー、やらさん、やらさん、はい、ふわちゃん、正解ボタン押せてないじゃん。すごい、しゃー、知らん。すごい、あっさり決まったな。あっさり決まったな。ありがとう。よくわかったな。うらちゃんわかった？うん、わからないけど、とりあえず。ああ、なるほど。すごい、わかってきてる。すごい、すごい。すごい。すごい。ふわちゃんでした。はい。すごい。ふわちゃんが見たら怒るはずな。こんなに大丈夫だ。はい、ということで、今日のぬうやなやは、見事、優勝は、もえこちゃんでした。欲しいものは決まりましたか？ありがとうございます。オンデーズのメガネをいただきます。わかりました。じゃあ次入ってきてくださいね。次もちろん、あ、そっか、沖縄の言い方だな。入ってきてメガネ入ってきます。ありがとうございます。はい、ということで、はい、この動画がゆたさんでちょこむれ、チャンネル登録、アンサーリ、高評価ボタン、ゆたさるぶつ、うにげーそびら、はい、一運動、せーの、したいきゃー。